皆さんこんにちは、サチです。動画をクリックしてくださってありがとうございます。どうぞごゆっくりご視聴ください。この動画も今朝のニューヨークミッドタウンの写真をバックにお送りします。総裁選挙まであと1週間を切りました。公式イベントとしては26日日曜まで連続して行われるオープンタウンミーティング、国民の声に応える政策討論会があり、28日党員投票の締め切り、29日午後1時からいよいよ議員投票及び開票となります。これまでに各候補は公式には3回の演説をしています。これらは自民党公認のもので、テレビやネット番組などでの演説とインタビューに答えた形のものなどは含んでいません。それらを入れれば各候補とも大変多くの機会に演説をなさっていると思います。2つ前の動画でお話ししましたが、この表の1つ目の総裁選出馬表明演説は、河野太郎さんと岸田文雄さんのものは全文がニュースサイトで順次書き起こされていたのに、高市さんの演説だけがいつまで経っても無視された状態だったので、微力ながら私が書き起こして、私個人のほとんど使っていないブログサイトにアップしました。その時に考えたのですが、演説を書き起こしておけばメディアが切り取り報道をした時などに、実際はこうだと反論ができますし、また高市さんを応援する私たちが SNS やブログで高市さんの言葉を正確に引用できますので、あと2回の演説も書き起こしました。概要欄にはこの3つ、48分の感動的な出馬表明演説、コンパクトでありながら政策を網羅した20分の所見発表演説、青年局女性局の公開討論会の冒頭に行われた決意表明、これはたった5分でしたが、高市さんのお話は他の候補とは比較にならない素晴らしい内容でしたので、それがよくわかるように全員の演説と質疑応答のポイントを書き出してみました。この3つの URL を概要欄に貼っておきますので、高市さんの政策を理解するとともに、先ほどお話ししたような高市さんの応援にご利用くだされば大変嬉しく思います。勝手に論立てと見出しなどをつけてありますが、これらの見出しは高市さんの言葉ではないことをご了承ください。さて、今日は今までに行われた討論会を振り返ってみたいと思います。赤い線から上が今日現在、ニューヨーク時間ですと23日の夕方までにすでに行われたもので、今日はこれら4つの討論会についてのお話です。まず全体の感想ですが、ほんの一部を除いてこれらは討論会ではなくて、質問に順番に答えていく質問会でした。これを討論会と呼んでいいものか、ちょっと違和感がありました。もっと各候補がお互いに聞き合い、指摘し合い、データや数字や引用を使って自分の論をしっかりサポートし、なるほど、そこは納得できる、いや、そこはまだまだ納得いかないと言い合えるようなディベートであってほしかったと思いました。しかし同じ党内のことですから、候補者同士があまりにもかけ離れた方針を打ち出すということは少ないでしょうし、同じ党内で割れるような激しい論戦を繰り広げるのは図としても良くないといった配慮があったのかもしれません。実際質問内容や指摘に対して激高した候補もいましたし、質問に答える代わりに話を大きくして概念論にすり替えてしまった候補もいました。そんな中で高市さんは、討論の基本である理論的でデータに裏付けられた話をその質問の答えとして聞きたいという形で話してくれた唯一の候補者だと思いました。では9月18日、日本記者クラブ主催の公開討論会についてです。これを見た方は、特に後半の第2部ですが、あまりにも露骨な高市外し、女性候補外しに驚き呆れたのではないでしょうか。ツイッターの高市早苗政策講演会の算出によれば、第2部での回答時間の合計は、河野さん20分20秒、岸田さん18分31秒、高市さんは10分51秒、そして野田さんは8分29秒でした。それも内容がひどい、
核燃料サイクルについては河野さんだけに答えを求め、日中関係、対北朝鮮政策、日韓問題、沖縄問題については元外務大臣の意見を聞きたいとして、河野さん、岸田さんにだけ答えさせ、憲法問題、ジェンダー問題については岸田さん、女系天皇については河野さんと野田さんだけに答えさせていました。高市さんが練りに練った日本と日本を守る数々の政策の中でもとても大事なエネルギー問題、国防問題、憲法問題、高等問題について、なぜ高市さんに発言をさせなかったのか、記者クラブのひどい偏向性、自分たちが世論を作っていけると思っているのか、これは日本のリーダーを正しく選ぶ権利の侵害だと私は思いました。さらに決定的だったのは最後から2番目の質問の時です。質問の出だしはこうです。じゃあ4人の方に政策以外の質問をさせていただきます。この質問の内容は、まあそれを聞いてどうするのという質問なのですが、河野さん、岸田さんが答えた直後にマイクに記者の小声が拾われていました。それは、あ、4人に聞いちゃったか、じゃあすいません高市さん、というもので、高市さん、野田さんには答えさせないという事前の取り決めがあったような内容でした。この公開討論会は討論会ではなくて、特定の候補者に注意を向けさせよう、逆に特定の候補者から注意をそらそうとするための会だったように思います。議員同士のやり取りも非常に限られた形で、もっと議論のやり取りを聞きたいと思うばかりでした。9月20日の青年局、女性局による討論会も、実際には質問会で、代表質問が4問、自由質問が8問ありました。私が取り上げたいのは、自由質問の中の東日本大震災からの復興についての質問です。河野さんは、復興五輪は世界に向けて日本の努力を発信できた。まだ努力が必要。皆さんが歩みを続けていけるように、しっかりバックアップしていきたい。岸田さんは、特にパラリンピックは大きな復興メッセージであったが、選手村での食材の扱いなど、問題の指摘もあり、これらの点も踏まえて、復興に向けて力を入れていかなくてはいかないことに気づかされた、というもの。高市さんは、復興五輪はコロナでなかったらもっと声を聞いてもらえたので、その点は残念。復興に向けた予算を措置する。福島第一原子力発電所の風評被害が残っており、日本の農林水産物の輸入禁止や制限をやめさせるよう外交政策を行っていく、というものです。野田さんは、賛否両論ある中、パラリンピック開催できて大変良かった。問題解決の一助になった。選手から無限の可能性を見た。復興への敵は風化と言われる。頑張りましょう、という答えでした。一見してお分かりのように、具体的な案を出したのは高市さんだけでした。もしこれが討論会なら、河野さんには、しっかりバックアップしていきたいの中身を聞きたいし、岸田さんには、選手村の食材の問題と復興の関係性をもっとクリアにしてもらいたいし、野田さんには、風化させないためにすべきことは何かを聞きたいところです。高市さんのお話は全くタイムリーであり、この翌日にバイデン大統領が日本からの輸入品目規制の解除をし、残る10カ国以上の国々が解除するための大きな一歩となりました。高市さんの目指す具体策が自民党で行われている政策を踏まえているのがよくわかる現実的な回答だったと思います。3番目の討論会は自民党公式のものではなく、 TBS による総裁選討論会、次期首相は若者に何を語る、という番組でしたが、これは結構面白かったです。候補者に対する最初の質問は、いつになったらコロナによる行動制限が緩和されるのか、というもので、答えは A 11月頃、 B 年末年始、 C 来年春のうちから一つを選ぶというものでしたが、河野さんは、無責任な発言は良くない。こういうことを聞くメディアが悪い。
科学的なデータもなしに適当なことは言えないと言って ABC から選ぶのを拒否しました。それに対して TBS 側が一切見通しはできないのかと聞くと、河野さんはまずきちんとしたデータがあっての話、こういう状況ならこういうことができるという議論はできるとして議論以前の問題のように答えました。そこに野田さんが割って入って、でもある程度のめどは必要ではないか、特に若い人には行動制限は厳しい、人ごとのように言わずもっと積極的にならないと、メディアが悪いというのは政治家としてどうかと思うと結構バッサリと切り捨てました。河野さんは一歩も譲らない構えでしたが、そこで発言したのが我らの高市さんでした。高市さんはまず自分も医学的な根拠に基づいて判断したいと河野さんに同意しつつも、しかしどのあたりを目標にするかというご質問なので、それに答えると皆さんはきっと B の年末年始に帰省したいのではと思うが、ワクチン接種がほぼ終わったとしてももう少し様子を見たい、せめて来年の卒業式や謝恩会の時期には何とかしたいと思う、若者の立場に立った見通しを述べ、さらにこれは私の希望であり目標です、医学的に根拠も必要だし治療薬も早く届けたい、抗原検査キットも手に入るようにしたい、ワクチンも身近でできるようにして何とか来年の春には行動制限緩和ができるようにしたいと、そのための具体的な方法を挙げて締めくくりました。この討論会はそれまでの討論会と同様に質問会のはずでしたが、この河野さんの発言があったおかげで河野さんの融通の効かなさというか短気さというか、そういう部分がはっきりして野田さんのバッサリ切りの手腕が見られて、高市さんの質問の趣旨を読み取る力と誰をも傷つけない器の大きさが再度発揮されて、私は最後まで小気味よく番組を見ることができました。岸田さんについては言いたいことがあります。時間が経つにつれてかなり高市さんに政策や言葉遣いを寄せてきたということです。これがちょっと気になりました。先ほどの質問には高市さんと同じく治療薬の開発を挙げていましたし、他の機会でもリカレント教育とか企業と人材のマッチングというような高市さんが頻繁に使うワードを岸田さんも口にするようになっていて、政策が似ているのはいいけれど本来自分が使っていた言葉で自分が考えて発信してきたそのままでいいのではと思いました。そしてニューヨーク時間の今朝、日本時間の木曜夜には LDP オープンタウンミーティング、国民の声に答える政策討論会1が開かれて、国民からの質問にオンラインで答える形の討論会が行われました。私は全体を見てこの討論会の質問が一番面白かったです。素晴らしいと思ったのがベトナムの福森さんからの質問で、菅政権は稀に見る実行推進力があったが、国民に対する説明、特にコロナ対策の説明があまりにも欠けていたと指摘して、アメリカやイギリスで国のトップがテレビ演説で直接国民に訴えかけている、新首相には定期的に本人の言葉で国民に語りかける説明を行ってもらいたいがどうだろうというものでした。これには全員が賛成で、これから国民に対して説明をしっかりしていこうと同じ意見でしたが、高市さんだけが日本の公共放送地上波が時間をくれるのかという問題を指摘しました。近い将来地上波とネットで日本の首相が直接国民に語る、それを聞くことができるかもとワクワクしました。また愛知県の鬼松さんが国の借金で財政破綻が起きるという話を聞く一方、自国通貨建ての国債を発行し変動為替相場制を採用し、中央銀行である日本銀行を子会社に持つ日本政府は財政破綻しないという話も聞きます。日本の財政破綻が起こるのか起こらないのか、起こるならどういう過程を経るのか、起こらないならその根拠を教えてくださいという質問でした。確かにこの両論はどちらも聞きますね。私は高橋陽一先生のお話の方がすんなり入るので起こらないと思っていますが、
各候補の答えを興味を持って聞きました。岸田さん、研究分野ではいろいろ学説がある。財政は国の評価である。これを頭に入れて財政が一遍に改善するのは不可能だが、未来に向けて日本はどういう考え方を持っているか、これを示すことが大切。これは質問の答えではなくて、財政破綻を起こさないように努力していきますよということですよね。次に高市さん、様々な学説はあると思うがと岸田さんをフォローしつつ、私は自国通貨建ての国債であればまずデフォルトの心配はない、債務不履行にはならないと考えていると明言し、その理由としてプライマリーバランスが赤字であっても名目成長率が名目金利を上回っている場合は財政は改善する、そしてこれからのこととして大胆な危機管理投資、成長投資に国費を投じる、金利が上がり始めれば柔軟にその年の投資額を調節していくと予想される問題の解決法まできっかり1分で答えました。野田さんは、財政破綻の原因は人口減少、縮小経済にあって、どう日本を立て直していくかは大変重要、自分は子ども庁を作る予定だが子ども国債を投資してリターンを考えている、財政破綻はない、今こそ積極的な先行投資をするべきだ。河野さんは、当面は財政破綻はないのかもしれない、しかしあまりにも借金が大きくなり円に対する信任が弱まれば円安が始まる、その時に金利を引き上げることができなければ円安が進行していくかもしれない、そうなると輸入価格が上がりインフレになる、そういうことがないようにしっかり財政運営をしていかなくてはいけない。これはいわば高市さんと真っ向から反対する意見ですね。私もこの日本の借金が日本を潰す説を昔は信じていました。というのも、悪いことを心配する方が良いことを信じるより簡単だからです。少なくとも自分は慎重である、将来に対して備えができているような気がします。自民党総裁となって日本の首相となれば海外のトップとの会議がたくさんあります。用意周到で臨むわけなので、それほど心配はいらないと思いますが、高市さんの主張の方法はすでにグローバルに通用する形であり、曖昧さや適当さがない。それは高市さんのたゆまぬ努力と人柄と強い信念に支えられているものだと思います。また今日から3回の討論会が続きます。この様子もよく見ていきたいと思います。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしこの動画が良かったよと思われましたら、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。